はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、いつもとね、ちょっと様子が違うと思うんですよ、場所が。はい、今回なんですけど、鬼舞辻無惨の塔があるじゃないですか。が、なんと、パワーアップというか、してきました。来ましたというか、実はですね、呪術高専の、まあ動画を見てくださったらわかると思うんですけど、すごくクオリティがすごすぎる呪術高専という動画を上げたんですけど、そちらを、その呪術高専を作ってくださった方が、なんと、鬼舞辻無惨の塔を作ってくださいました。はい。ありがとう。本当にありがとうございます。呪術高専は、多分ね、できれば2月中に、できればちょっとマルチで、ちょっと呪術高専で動画上げたいと思っておりますので、そちら見ていただきたいんですけど、今回、こちらでございます。本当に作ってくださってありがとうございます。はい。こちらですね。ちょっと黒いからちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ちょっと中見てみようか、これ。鬼舞辻無惨の塔ですね。ちなみにこれちゃんとね、敵を、多分、これ押せば、この塔の中にいる敵が、ちゃんとやられるように多分なってくれてる。とか、これはね、なんか押すとワープできるんですけど、これまだなんか制作途中らしいです。はい。で、こちらから、無惨、塔ですね、これ。十二鬼月の塔ということで、こちら戻れるんですけど。で、今回ですね、はい。こちらになっております。ちょっと見てみましょうか。まずここが、赤座ですね。一応でも赤座って書いてあるんですけど、このように、まあ、確率的に赤座が出やすいっていう形にしました。で、今回、鬼殺隊の方に玄野が登場しましたので、まあ、せっかく新要素なのでね、玄野二人入れたいと思います。玄野は強いです。やられた時に、敵に血気術も打たせず、時間を多分4秒5秒ぐらい止めることができるから、その間ずっと、仲間が攻撃し続けるということで、はい。なのでちょっと玄野を入れました。はい。で、こちら赤座の間なんですけど、すごいですよ。クオリティこれ。もう僕のさ、塔が恥ずかしく思えるわ。これ、一応、まあ、無限城で、まあ、誰かってのはちょっと言わないときましょうか、一応。赤座と、とある大使、二人。まあ、ここまで言っていいかな。が、戦った場所ですね。はい。まあ、この動画見てる方大体知ってると思うんだけどね。ほら、あそこにもさ、壊れた、これ、跡とか、あるんですよ。ここで、まあ、戦ってもらうと。これすごいよね、本当に再現が。いや、すごいわ。で、今度、2階ですね。2階が、ドーマの間ですね。赤座ドーマと来ておりますと。はい、VS ドーマ。ということで、一応ドーマが出やすい。そして赤座ですね。改革の代わりに赤座が入ったっていう形で。で、こちらは、まあ、ドーマ、ドーマ関連の、かなえちゃん、かなおちゃん、しのぶさんと。で、さらに、いのすけといるので、ちょっとね、戦力的にちょっと下がってしまう可能性があるので、まあ、玄野とか、品津川さん、姫島さん、炭治郎、義勇さんという結構強いキャラクターを、入れました。そして、ドーマのところは、まあ、結構、見覚えあるでしょう。これ、すごくないこれも。もうこれ完全再現よ。そうか、氷使えばいいんだね、こうやって。なるほど。で、ここでちょっと戦っていただきますと。はい。そして、まあ、赤座ドーマと来たら、黒死亡ですね。はい。黒死亡なんですけど、本当はちょっと無惨の塔なんで、無惨様入れたかったんですけど、ちょっと実力的にね、まあ、一応、名前は無惨の塔なんだけど、中身は全員黒死亡になっております、今回。この最終ステージは黒死亡で戦います。その代わり、鬼殺隊側が結構、あれですね。まあ、ガチャ要素というか、黒死亡確定だけど、姫島さん2体いて、玄野も2体いる。で、義勇さんもいて、炭治郎もいて、品津川さんに、イグロさん、そして、無一郎くんと。だから姫島さん2体引けるかどうか、さらに品津川、玄野をちゃんと引けるかどうかの戦いになってくると思います。そして、赤座、ドーマはそれぞれ鬼殺隊3体ずつなんですけど、黒死亡は5体。追加したいと思います。はい。前回4体で第3形態ぐらいまで行ったので、多分結構5体引けば、運次第ではいけると思う。玄野が強すぎるからね。で、このようになっておりますと、いや、すごいわ。そうか、蜂蜜ブロック使えばよかったのか。勉強になります。はい。このように、黒死亡のステージですね。では、赤座のところから行ってみましょうか。じゃあ行きます。さあ、降りますよ。わー、楽しみだ。では、まず、まあ、まずは、鬼殺隊側から引いた方がいいかな。はい。これ、姫島さん、炭治郎、玄野、だったら最高。いきます！はい！
オン。まあ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 、まだまだまだこれからです。いきます。はい。オン。オン。あ、落ち着け落ち着け、大丈夫だ。まだ。こっから。姫島さん。オン。オン。やばい、ちょっと待って。待ってくれ、すり抜けた、すり抜けた、全部全部すり抜けた、やばい、ちょっと待って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 、これ海学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 か牛太郎でいける、海学牛太郎でいける、大丈夫大丈夫大丈夫、焦ることなかれ。はい、いや分かんないよこれ、分かんない、勝てるかもしれない。うん、1回はね、あの正直言うと勝ちやすく設定してあるので、結構勝てる確率は高いように設定してあったから大丈夫だと思いたい。あれあれ、思ってたより。猪之助、イグロさん、うずいさん、そして、赤さん、さあ、どうなるというのかね。さあ、戦いたまえよ。今回は、まあ、ゲイヤを入れてるということで、ヘルモードではございません。うわ、すごい。いや、このステージで戦ってるとさ、何よりさ、うわ、そうそう、うずいさんもそう、深呼吸になったんですよ。あの、詳しくは、サブチャンネルのショート動画見てください。はい、あの、紹介しております。あの、ほらほら、かっこいい。いや、やっぱ広いとあれだね。戦闘にちゃんと幅が出るね。なんだろう、その、こういう感じで狭い塔じゃなくて広い塔だとさ。いや、これ迫力すごすぎる。てか、クオリティがやばい！おかしいぐらいやばいわ、クオリティが。さあ、そしてここでタンクの猪之助がやられたかな？そうだね。まあ、猪之助はね、ちゃんと、その代わり、ちゃんとタンクになってくれて、その間に、うずいさんとかイグロさんが攻撃するっていう形だから、まあ、全然いいと。お、ちょっと待って。あとイグロさんだけ？イグロさんだけ？あれ？はっ！ああ、惜しい！惜しい！うわあ、惜しかったこれ！もうちょっとだったじゃん！惜しい！もう、これあれだな、姫島さんか炭治郎一体、いや、玄矢でもいいから引いてれば、勝ってたのか。さあ、ということで、赤座戦は敗北と、マジか、そうか、ここで負けちまったか。じゃあ、ここで勝たないとね。では、行きましょう。じゃあ、まず、鬼殺隊から行きましょう。はい！おー、品塚さんいいんじゃない？品塚さんはいいよ。オッケーオッケー、いいぞ。さあ、次。はい！おー、炭治郎！あ、強い！これは代わりに、ここで勝てるか？はい！来ました。来ました、最強の布陣。最強の布陣来たぜ。姫島さんと義勇さん、すり抜けたけど、いや、全然十分よ。十分、十分。これは結構誰が来てもいけるんじゃないか？はい！赤座！できればドーマが良かった。できればドーマが良かったな。一応見せましょうか。できればドーマが良かったでござる。まあしかしリベンジですよ。まあドーマ、これはね、ちゃんとガチャだからね。うん。では行きましょう。これ、玄矢通用するか初めてだね。はい。さあ、そして炭治郎と玄矢と、赤座！さあ、始まりますよ！玄矢が最初狙われないといけない。どうだ？最初玄矢。いや、これ炭治郎が狙われてるか。どうだ？玄矢ちょっと、あ、玄矢狙ってない？これね、玄矢は狙われないといけない。いや、ちょっと待って、玄矢！玄矢もっと近づきなさい！そう、赤座狙われるので。そう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 。いや、どうだ？これどっち、誰狙ってる？赤座。いや、赤座これ玄矢、いやー、篠塚さんか？玄矢がやられたら、まあ、玄矢がまず銃を赤座に撃たないといけないんだけど、銃を赤座に当てて、玄矢がやられると、玄矢の血気術で4秒ぐらい、5秒ぐらい、血気術も撃てずに、固定されます、体が。その間に、鬼殺隊たちが攻撃すると。そして、しかしあれだね、水に入るからなかなか攻撃がしにくい。まあ、でもこれもドーマのステージの特徴だからね。いいね。それぞれのステージに特徴あっていいな。いや、本当にこれ、最今度からこの塔使おう。こういう塔シリーズの時は基本的にこれを使いたいと思いますが、来たー！呪い！呪ってる！ゲイヤ呪ってます！動けません！やって待って、炭治郎残り体力 5.6！ 待て待て待て、炭治郎待て！炭治郎！炭治郎！炭治郎！これ、敗北だね。マジか！あー、敗北かー。まあ、これはもう仕様だから仕方ないわ。特殊な仕様と、特殊な時は首トレはなしみたいな感じで言うんですけど、これは今回はちゃんと赤座の能力だからな、首トレは。仕方ない。これは2敗目です。
2杯目でござれ。さあ次国志望、まあ国志望は確定なので引いておきましょう。国志望ですね。はい。さあそしてここですよ、5体引きます。はい、5体引いて倒せるのか、いきます。はい、おー、炭治郎いいよ、炭治郎いいよ、炭治郎いいよ、いい。はい、あーギアさんか、あーまあまあでもギアさん強いからいいか。はい、おー姫島さん来たー、来た来た来た。はい、玄弥来い、やばい、待って玄弥来ないとまずい、玄弥前来てたからすごいよ、玄弥頼む、玄弥、玄弥、あら、いやでも、いやでも姫島さん2体、いや玄弥出なかったか、やばい、玄弥出なかったのきついな。これ前回玄弥がいたから4体でもいい勝負できたんだよね多分。どうだ、では、はい、炭治郎、義勇さん、姫島さん2体の、イグロさんにコクちゃん。さあ始まりました。これはまあ敗北は確定しているが、いやでも待って、これ原作よこれ、ほら、いやすごいねこれ、クオリティがやばいわ。でも本当にさっきも言ったけど、ステージごとにさ、その戦い方が変わるからすごいいいね。ここは基本的に開放的って感じで、赤座のところは障害物がすごい多くて、その攻撃がたまに通らない時がある。で、ドーマの時は水があるから動きが少し遅くなって、あの遠距離型がちょっと有利になるっていうか、要はドーマがちょっと有利になるっていう感じだったからね。さあ、そして、でもこれもう第2形態来てるぞ。これはいけるのでは？いやー、しかしここで炭治郎もやられた。あとは姫島さん2体がどれだけ頑張ってくれるかに、あ、第3形態来た！これいける！これいける！これいけるぞ！待て！まだ第4形態になってないもんね。第4形態になってないもんね。いやでもこれ全体的にダメ。さあ、第4形態！最終形態来た！最終形態来た！どうだ？どうだ？いけるんじゃない？いったー！ 99、92、やばい、これ迷宮兄弟みたいになってる。あれなんか赤狼でこんなんいなかったっけ？こんな敵キャラいなかったっけ？ダブルで。あー、ということで、姫島さんは最強ということが分かりましたね。あ、倒しちゃった。もう終わりだ、終わりなのに。はい、ということで、今回は、超絶クオリティの高すぎる、鬼舞辻無惨の塔でやってみました。でね、この制作者さん曰く、まだ、ちょっと、まだ国志望のところしか作れていな、いませんっていう、ことだったんですよ。なので、まだ制作途中、なのかなと思うので、これで制作途中っていうのがちょっとね、あの、別に悪い意味で言ってるわけじゃなくて、ちょっと何言ってるかわからないですね。もう僕の中ではこれ超完成形なんだけど、これよりさらにまだ未完成って言ってるところが、ちょっと何言ってるかいい意味でわからない。すごすぎるという感じなんですけど、本当に、ありがとうございます。で、さらにですね、その方、実は、また近々動画にする予定なんですけど、呪術廻戦の、実は、まだちょっと、何かはちょっと伏せますが、ステージ、呪術高専は作っていただいたと思うんですけど、その他のステージも実はいただいておりまして、さらにいただいてるプラス、なんか、今実はこれを作ってますみたいな、これをなんか制作してますっていうのもちょっと連絡いただいてるので、まあそちらもちょっとね、ぜひどんどん動画にしていきますので、ね、できるだけ呪術クラフトでキャラクターが溜まってからちょっとそれをお見せしたいなと思ってるんですけど、でも結構長く遅くなってしまうので、まあなるべく早めにちょっと投稿できたらなと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして改めて作ってくださった方ありがとうございます。じゃあ皆さんお疲れ様です。これ今回1勝2敗か。赤座が悔やまれるなぁ。2戦目の赤座。